はい、動画撮りました。 OK でーす。バードウルフ、ゲーム停止。じゃあ、バードウルフだやるかー。ちょっと出てきたね。これって、俺って、これって、これ最初に言うの不利だな、めちゃくちゃ。いや、じゃあ俺言おうか。俺はあんまりこれ詳しくない。詳しくないってか、知らないかな。俺も詳しくないね。うん、僕も。私もだね。てか、うちら遊ぶ人いなくない？これで。そう、そうなんだ、そうね。え、さすがにね。遊ぶってさ、どう遊ぶ、マフェットさん、これ。ね、もし、これ遊べって言われたらの話？うん。うん、やっぱりジオラマ作りかな。ジオラマか。ジオラマか。私は普通にコレクションとして並べて遊ぶ。アソリは？じゃあ俺も多分持ってるならコレクション寄りになると思う。コレクションかなんか。あ、だってもともと興味がない分野だからさ。一時期有名じゃなかった、うん、去年か今年のなんか序盤。ああ、今年有名だったね。映画になんなかった？うん、なったっけ？あ？待って、あのめちゃくちゃ価値自体は上がってたのはわかる。で、一時転売もめちゃくちゃあった。うわ、映画かどうかは私そっち本当に詳しくないからわからん。映画はなんか多分ね、名前は取られてた気がするけど、一緒のもんか俺わかんないんだよ。え、髪色何のイメージ？そりゃ金髪とかでしょ。うん、金髪のブロンドみたいな。そうそう、うん、ちょっと長めのだよね。うん、うわ、むつ。え、一時さ、なんか水につけたらみたいな、くしをやったら色変わりますよみたいな。やべえ、俺それ知らん。あったような気がしないでもない。え、ムカデさあったっちゃったけど、それって、CM とか見た？それ、え、映画の CM もあったよ、映画はね。あー、はいはいはい。でね、あの、くしとかで溶かすのって、でも猫枠じゃね、これ。いくつかね、あるんだよ。猫枠なんだ。猫枠かな。俺も猫枠かな。映画でちょっとうーってあったのところが怪しい。うん、まあいいや、どうせ話だったら俺気持ちが傷つかないわ。難しいな。あとね、意外と、うん、もう集計中なのにみんな喋るんだよな。投票しちゃった今だから。え、集計中なの？俺まだ30秒あるんだけど。俺なかったよ。え、嘘？え、マジで？ハイネコさんがね、この前やった時もね、そう、オーストラリアって言われてたから。そう、前もね、あの30秒ぐらい、え、前は45秒か、45秒ね、なぜか遅れてたのよ。はさては、チーターやな。さては、チーターやな。なんなら始まった瞬間、俺2分から始まってたからね。え、嘘？俺も2分から始まったよ、うん、あこっちも。あ、意図的に、あ、時間を切ると思ってんのか。してあ、でも設定やってたのはハイネコ氏だった。あ、あ、どうやらマヌケは見つかったようだ。どうやらマヌケは見つかったようだな。あとね、髪色変わるとかっていうのはね、はい、3票です。答え見ましょう。で、俺に1票。俺なんだ。あ、バックになんだ。俺、リカちゃん人形なんだろうなと思った。リカちゃん人形だからないんだね。なるほどね。なんか俺だけ軽くリードしてんのくさ。じゃあ、同じでいきましょう。はよ、ポポちゃんのやつもあったような気がする。ポポちゃん、俺詳しくない。うんぽころこ？ポポちゃんとかメルちゃんとか。クールポコちゃん？なーにー、あー、やっちまったな。え、なるほど。え、あ、バキの漫画で見たことある？ある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 、あるある。あとね、一部忍者だと必須アイテムだ、これ。あー、はいはいはい。え、忍者？忍者？え、どういう風に使うの、それは。忍者、まあ、主に防御とか。どう、はい、これ水江さんの可能性大です。いや、どう、え、なんで？ごめん、材質は？わかったわかった。あの、マペットさん、俺聞きたいのがあるんだけど、うん、和室にあるよね。うん、え、材質はあるっていうか、敷いてあるよね。というか、和室にはこれがなくちゃ始まらないじゃん。マペットさんや。マペットさんだね。ちなみに俺、あと残り時間2分10秒です。あー、待って、あの、ハイネコさんとムカデだけ共有したいんだけど、うん、え、ひっくり返すよね。うん、え、あの、喧嘩の時にやってなかった？うん、ひっくり返す。ひっくり返すし、マペットさんやバキン時はひっくり返してなかった。うん、バキン時はね、囲んでたからね。うん、え、最後やったでしょ、でも。いや、やったって、そこまで覚えてないじゃん、多分マペットさんやで。ひっくり返してないじゃん。あと、笹井さん。笹井さんなら分かる質問をしよう。嫌です。メトロン星人が使ってた？いいよ。あれ？これは、ロボットさんですね。
ロボットさんやね。俺はあなたに情報を与えない。ロボットの気がする。なぜなら人間はそこまで人間同士を信用していないからです。だって材質どっちよ。だって木だろ。言うなよ。いや今ロボットに尋問してたの。今尋問してたの。僕に聞いてたね。みんなに言ったと思ってたの。ごめん。バカしてたの。でもこれロボットさんや。尋問中に拷問相手に救いの手差し止めないで。とりあえずね、もう高三だから言うけどね。いや、ダメですよ。やめてください。言わない。言うな。言ったら、うん、言ったらしばくよ。オッケー。もう投票したけど。シンプルにあの、え、嘘でしょ。俺まだ54秒あるんだけど。いや、うるせえよ。早くやろう。俺は悪くないでしょ。なんで3分に設定したのにみんな2分になっとん。知らんよ。し直せって。おい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 、ちょっと新しく部屋作り直すわ。まあ、たかよ。おい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 、死んだわあいつ。おいおいおい。前もあったんだよね。なんでだろう。そうそう、うん、相性が悪い。いや、そんなわけはないと思うよ。相性が悪いでそんなことなる。はい、猫さん、最初僕3分って表示されてたのがガクンって減って一気に2分になったんだけど。マジで？あ、やっぱり水さんがだった。イエーイ。鏡でしょ。だよね。イエーイ。そう、やっぱだってメトロン星人って言ったら絶対分かると思ったから言わなかったもん、うん、に忍者がチャブ台作るとか見たことないから。うん、忍者が畳は分かるけど、うん、チャブ台じゃ、うん、あ、これはマペットさんにダウトやって、結構こういうなんか結構キワキワのとこ行くんだね、結構。うん、そうやね。なかなか面白いではないか。ね、一応議論時間を3分で設定してるんよ、今ね。うん。どうだ。これであのもし次同じように2分だったらもう私は何もできんよ。2分がうまいんだよ。知らないの？これ天気とか分かるやつなんで。はい。一番下でいいんだよね。はい。では、下かな？その URL を使わせてもらおうじゃないか。あとあなたやで、向井さん。うん。ゲーム開始。ちょっと、アップで、え、ちょっと。また2分や。2分、また3分。今、ギリギリだからバグったってギリギリに入るかな。俺、お題見えねえって。俺も見えない。俺、お題見えねえって。やり直すか。作り直す、作り直す。あ、う、あ、ん、いい。はい、猫。ごめんって。バツボーイ。マジか。やっぱ2分なんや。なんでやろ。ボーイ。ちょっと待ってな。ゆっくりやろうや。ボーイ。バーバー。これで。ビッグボーイ。これで。What are you doing, bro? ちょっと待って。ボーイ。ほい、これでどう？ダヒト55でいいんだよね。ん？よし。ダヒト55って何？あ、時間のこと、時間のこと。ふたひと。時間？あ、ふたひと55、確かに。はい、じゃあ開始します。え？出ないんだけど俺。出ないです。出ない。え、嘘でしょ？おー、バグってるってー。あのハイネコさん、あれ選択したお題したよ。ランダムにしたんだよ。ランダムすぎるって。ランダムすぎるって。混乱してるわ。ねえ、できない。え、できない、うん、これさ、わかんなくない、うん、これさ、サソリお前、これわかる？これお題。そうね、ちょっと俺は見えないね。ゆずさんわかる？これ見えない。え、ハイネコさんわかる？ね、わかる。あーあ、いや、こさんやー。お前やー。人狼になっちゃったわ。お前が犯人だった方が。俺、猫なんだけどなー。ああ、まぬけ。まだ民主主義だぜ。だようだな。おまぬけがよー。バグ多いな、これ。どうすんだよ、これ。どうす、直そうよ。直そうよ。うのでもやるか。なんでだよ、直そうよ。おかしいだろ。待って、もう一回さっきのさ、やつで入って。んもう一回、うん、うん、さっきあの、渡したやつで。オッケー。さっき渡したやつ、え、一個手前。待って、よすでに満室なのってなってるね。あ、入れへんね。もう一回作らないと無理やね、これ。9時54分の、その、一個手前のやついける？あー、54分の、こっちは、あ、こっちも、え、前、こ
これバグか？ごめん作り直すわ。何だ？確かに俺たちはバグだけども。すでに満室なのでって出てる。そうだね。ひょう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 。この虫野郎。はいはい、そんなの見るから。ひょうひょうひょう。ブルーエイズホワイトドラゴンで誰がたらく。お前、虫使いのプライドなくなってるやんけ、歯が。ひょう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 。勝てばよかろうなのだ、ひょうひょうひょう。それはちょっと好きかも。ブルーアイズ使うひょうひょうひょう。じゃあ今のちょっと待ってて、俺あのちょっとね、お礼さえ。ブルーアイズひょう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 召喚。ほい。おお。歯が？じゃあこれで入るかな？これで絶金勝ったらもう諦めた方がいいと思う。どうなんでもするか。ブルーアイズアルティメットドラゴン。ブルーアイズアルティメットひょう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 。遊戯王はラー使ってるからな。これ一番下今回。うん。うん、今度こそ俺を楽しませてくれるんだろうな。デュエル。ちょっと待ってまだ入れてないから。ちょっと待って。デュエル開始。はい。はい。はい、じゃあ開始します。入ります。オッケー。来た。出た。出た。オッケー。待って時間は？2分。うん、俺だけ2分54秒。なんで？やっぱち、まあやるか。まあそれはそれとしてね、とりあえず議論やっちゃおう。でまあ持ってる。逆にさ、それがあるからさ、ハエネコシが一番最初に言ったの。あ、そうね。あ、そうね。ハエネコシが開口一番言う。これはみんなは持ってるでしょ。まあ持ってるね。それは持ってるでしょ。ほぼなんか必須ではあるくない？うん。今はね、持ってなくちゃほとんどってか、それで仕事にならないこともある。いいよ。切り込んでいい。うん。持ち運べるこれ？持ち運べる。うん。俺運べるね。俺も運べる。うんうん。ここは差別化できてんだ。差別化じゃねえよ。え？なんて言ったらいいんだろうなこれ。便利だよね。便利だね。まあ、便利だね。切っても切らせないでもうね。なんか普段みんな何で使ってる？ズブズブだねもうね。何で使ってる？何で使ってる？いろいろ使ってる。うんうん、いろんな用途があるじゃん。え、マペットさんどう使ってるんじゃ、うん、何で使ってるの？まずね、一番助かる時が多いのがね、なんだろう。まあ、このネットを切り離して考えるとね、電卓。あるか。たまの計算で済ませるから使わねえ。あるか。あるね。え、待って、一個じゃ聞いていい？うん。中に入ってる磁石で遊んだ、磁石じゃねえよ、中に入ってるさ、方位磁石で遊んだことあるやついる？あるある。磁石普段は使わんかな。普段は使わんよ俺も。うん。方位磁石する APP ってことだったな。それ APP ってことで。方位磁石 APP って何？え？アップ。ああ。方位磁石 APP。方位 APP だよね。APP だよね。APP だよね。PPAP です。PPAP です。APP ですね。APP って何？魅力？いや。え？違う違う。言わないよ。ご存知でない。おっと。おっとマペットさん、おっと。おいおいマペット。マヌケが見つかったかい？まあ、単純に APP の意味が分かってない説あるかもしれんけど。で、これ、どうせ50秒ぐらいこれ、ハイネコシなんで、そうだよ、あと50秒あるよ、俺。すげえ、ハイネコさん、ハイネコさんさ、ハイネコさん、今これ使ってる？今使ってる、手元にあるね。ああ、俺もそう。俺も今使ってるね、全然。うん、僕も。マペス。うん。あ、やっべ。単4の電池、ちょっともう液漏れしてきた。やっぱかよ。え、それ、素でやばいよ。うん。液漏れ、うせえ。やばくね？やばい。ちげえよ。変えよう。議論とか関係ない。多分これはガチだ。まあ、いや、マペット、まあいいや、ハイネコさんの危険よりゲームだ。まあそうだね、ハイネコさんの危険より マペットさんをね、やっぱあれすることが大事ですから。うん、そうそうそう。お前ら俺に対して冷たない？だから、ね、ハイネコさんだし。え、ハイネコさんだし。まあそれはそうなんやけどさ。うん、ハイネコさんは誰が犯人やと思う？で、マペットさん。俺も。ああ、やっぱね。こういう時逆に裏を書いて向かってとかあるんだよ。まさかあるかもしれない。まさかそんなんだって。まさか APP でしょ。だってまあ、APP やね。 APP でしょ。 APP あれスペル L だっけ R だっけどっちだっけ。 APP L だったの。なんか1票入ってる上に。では答えはどうぞ。誰だよ。やっぱりな。持ち運べるか聞いといてよかった、先に。よかった。ちなみに俺それが怪しいよねって思って向井さんに入れました。よかった。いやー俺も全然同じ設定でいいんじゃないの俺。
同じ設定でいいよ。イエーイ、危ない、遅刻遅刻。はい、パソコンも加えやがってよ。あるけどね。はい、皆さん大丈夫ですね。はよ、はい、では開始します。あー、なるほど。え、これでも持ってる人持ってない人いるんじゃない？これ欲しい、ガチで欲しい。俺持ってない、実家にはなかった。いや、欲しいという人もいるかもしれない。いや、元気ここにいる。ここにいる。まあそれはどうでもいいんですけど、ここにいる。俺これね、昔ね、ここにいる、なんだろう、あのビンゴ大会で当てたことある。あー、でもありそうね。ビンゴ大会で当てる、ムカデ君は絶対わかるけどさ、遺跡のお祭りの、あ、あるね。え、あれであった？あったよ。 だって俺その時さ、お前おらんかったもん。でさ、あのちょっと聞くんだけど、うん、これ、はい、いつ一番使う？え、いつ必要な時。そうね。え、じゃあ俺切り込むわ。俺は朝使うイメージ。うん、僕も一番朝が使うイメージ。いつでも使えるんだけど。俺が朝そこまでこれを必要としないっていうのがあるから。だってお前朝食わないもんね。お前、そう、俺ちょっと食わんから、うん、あんまり本当になんか用事ある時だけ急いでたら、うん、みたいな。え、ハエネコシはこれ使って何したいですか？これ使って、え、これでしょ？これがあったら、これ好きに使っていいよって言われたら、これ好きに使っていいよって言われたら、あの物はちょっとバージョンが違うんだけど、ピザ焼いたりしたい。ああ、これまた別やない？うん、まあ、別だけど、まあ、似ちゃうようなことか。ちょっと待って、分かった。それはでかいですか小さいですか、入ってほしい。どっちかっていうと。でかくはないと思うよ、これ。なるほど。だいたいサイズどんなもん？あのスイッチよりでかい？スイッチよりはでかくないかい？これ。スイッチよりはでかくないかい？でかいよ。でかいよね、うん、うん、僕のもそう。いや、あんた欲しいんでしょ。うん、あとディズニーではよく見たイメージ。え、よし、マペットさんやな。マペットさんに入れるわ、うん、俺私そう思うっていう時はちょっと遅かった気がしないでもないけど、でもな、さっきはな、プラチナブックでパソコンの時もあるからな、マペットさん全部やりそうなんだよな。発電がなんかやりそうなんだよな、だから、うん、え、マペットさん、これどう使う？どうも何も用途一つしかなくない？その用途教えてください。答え言わそうとしてる。どうって、うん、あの一つ選択肢が増えるとだけは言っておこう。選択肢が増える、こんな増えるか、あれ選択肢が増える。しかもね、なんなら一番手軽なやつ、ただし掃除は必要かもしれない。まあ、掃除もなんかさ、これさ、あの次は似たような形なんだけど、揚げるやつとかも最近出てきたよね。ん、フライみたいなのもできるやつ。いいえ、俺わかんない、詳しくないかも。あ、マジか。あ、フライドポテトとか作れるやつね。やめろ、間違えたかな。じゃあ、嘘、嘘、はい、間違えたかな、早くし、さあ、誰かな。さあ、ね、答え見ましょう。お前かー、わーい、レンジかー、レンジか、わーい、わーい、レンチンかー。ほんとね、これがあればね、朝ごはんの選択肢が1つ増えるんよ。ちなみに本人は自覚なかったっていうね。お前レンチンか、お前マジでやっぱポーカーフェイスだと、ポーカートーンうまいな、お前な。あの本当にあのみんなが電子レンジだと思ってた。こういうのがあるから面白いんですこれはね。だが、じゃあ、ゲームを開始するぞ。じゃあゲームを開始するぞ。ゲーム開始。俺を倒せるか。見方があるから面白いよね。あ、これか。あ、これね。え、これはさ、サソリさんも結構使うんじゃない？さすがに使うと思うよ、うん、思ったか使うわ。てか一人暮らしだったらさすがにこれないとつむくない？いや、え、つむかつまないかと言われたら別につみはせんけど、まあ、必要ではあるよねって感じ。うん、必要ではあるけど、うん、内容できるものって多いよ。え、これなしで生活できる？いや、なしは多分やっぱきついとは思う。きつい、うん、あの、ただ代用できるものはなくもない。うん、なくはないけど、むっちゃきついよこれ、ないと。
そうね。え、待って、どのタイミング、1日何回使います？俺は最近1回だよ、最近。昔は2、3回やったよ。あ、でも俺もそう、俺もそう。ね、場合によるけど2、3回は使うことが多いかな。あー、2、3回ね。うん。私はその日やる量によると思う。うん、あー、量か。うん。え、ハイネコさんはその量ってどれぐらいで決めるいつも？え、そうだな。いや、でもね、ある程度その、なんだろう、使用するものに対して使うから、何回って言えばいいんだろう。でも本当にその日、うん、私がやる気分の量による。ハイネコさんくせえな。なんで、うん、なんかちょっとずれてる。え、詰め替えとか買う？それ。詰め替えは買わない。わかった、わかった。うん、なるほどな。詰め替え物にもない気がするけど。わかった。うん。え、ムカデは詰め替え買うん？俺詰め替え買わないね、俺は。ああ、ムカデさんっぽいな、質問のタイミング的に。うん、俺は。いや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 、そんなまさかちょい上で入りくしたと思う。俺はね、これの詰め替えがあるなら見てみたいなって思う。あ、全くだよ。あ、そう思うの？お、あ、あと、お、うん、あ、これいっちゃうあれか。というシーンですよね、これ。なんかこれ、あ、間違えた。どこでおすすめされるこれ？どこでおすすめ？難しくない？おすすめされるのかこれ？あ、でもまあそうか。されるか。うん、おすすめするも何もない気がするけど。おや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 、ちょっと質問面白い。おや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 、そうだね。でも私は結構そのなんだろう、表と裏とさ、一緒のやつと別々のやつあるじゃん。どっちが好き？着物にも別のやつしか僕使わないよ。別やな。俺も結構別々のやつ。なんか同じはなんか嫌だわ。うん、なんか用途にも違うじゃん。うん、うん、あ、でもこれ誰だ本当に。え、裏と表どっちが使うサソリ？どっちかっていうと。なんだ、どっちが表でどっちが裏っていうのかにもよるよ。まあ、いざ言われると俺裏から使う気もするな。あ、マジで。なんかその親がちょっと、これぶっちゃけると俺サソリ入れただけ今がサソリガチっぽい。あー、いざなんかその意識されるとちょっとそう思っちゃった。ちなみに、あ、はい、猫の悪魔さん2票です。さあ答えを見よう。ちなみにお兄さん、俺やね。せやな。あの、なんで俺がおすすめされるかって言われると、俺が歯医者さんでおすすめされたからです。なるほど。ちなみに俺はあのその日作る量、あのお皿が出る量によってあの洗う量回数を変えるからですね。そっちか。じゃあ俺それ誘り入れたんだ俺。お前は、お前は勝ってんだよ。おい、お前らラジオしか得意じゃない。お前ら、おい。なんだ。お前ら、おい。警官を。頑張れ。観察眼を。観察眼はエモクロや。観察眼。これ、はあ、学校の時によく使ったな。ああ、確かに。うん。てか絶対学校で使うよね。え、でも今どうなんだろう。か。え、今どうなんだろう。あ、うん、表に出て、あ、でもな。うん、出なくても使うか。あの、ごめん、あのジェネレーションギャップをちょっと理解していただきたい、あなた方は。ああ、言われてみると、うん、まあでも、でもさすがに使いそうな気はするけどね。そうなの、ね、今でもやっぱりそのそあれで、やっぱりその、うん、ただ今ってさ、うん、言ってしまえば電子機器がめちゃくちゃ流行ってるから、まあそのタッドとかそっちでやるんじゃないと思うイメージが強い。さすがにそこまでな、サイバーパンクじゃないんだからそんなことないでしょ。さすがに多分あれじゃないの、その情報系以外はさ使うけど、ま、うん、まあ、あの普通の小学校とかだったら割とまだ使ってるところはあると思う。なんか、ちなみに最近使った？これ私は全然使ってない。全く。あ、うちの大学の授業でちょっと使うわ。それどころか手元にすらないよ。ちなみにどれが好き？どれ？どれ？どれ？なんか考えたことなかったの。種類あるじゃん。いや、あー、でも、私は平均よりちょっと多いの使ってた。平均より多いっていうのは？あの
何種4種類か5種類ぐらいあるじゃん、その一般のお店で買うならさ。まあまあまあ、そうで一番少ないの1個上が平均として、私はもう1個上のやつ買ってた。いやそうじゃなくて、買ったやつに大概何か種類あるじゃん、うん、買った中で。あら、あそれで一番好きなのどれだった？あ、その言ってしまえば何種類の中の一つってこと？さあどうなるんだろう、これ。どうなんだろう、なんか想像がしにくいな、ね、これ難しいな、これ何のってなるよね、これ難しいな、まあ、もうな多分ねこれね多分、でも私は自分のカラーでもあれとあれだったじゃん、あれとあれ、あれとあれだったじゃん、多分これ俺あのもうじゃあ切り込んだやついっていい？え、ちょっとこれさ、ハイネコ様なんだよねこれ、うん、私あと30秒ある。オッケーオッケー、ちょっといい、あのこれ単体で使う、うん、それとも何かと必ず組み合わせて使う？何かと組み合わせてかな、私は組み合わせてやと思う。うん、僕もそう。メカデさんは？俺組み合わせだね。うん、単体じゃ無理でしょこれ。じゃ誰やねんこれ、誰だ、え片目これって。できなくはないけどさ、指で使うってのは嫌じゃない？え、あのもう一個聞いていい、うん、マジで使う、それとも単体で使う？同じこと言ってる。うん、さっきそれ言ったくね、言った組み合わせるかいないか否かみたいな。あ、違う違う、あのこれさ何種類かあるじゃん、うん、そのうちの、うん、あーそういうことで、ね、中に入ってるやつを、そう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 、あの俺組み合わせるのかよ、俺はあのベッシュの道具、あのベッシュの道具と組み合わせて使うの、混ぜるんじゃなくて。投票いきますよ、いきますよ、はい、いきますよ、もう時間ですからね、そうですよ、投票ですよ。さあ答え見ましょうか。だ答え出ないんだけど、ね、答え見れる、これ出ない、今集計中。あ、マジ、またバグか、またかよ。バグかもしれん、プレイヤー情報を失ったんですけど、バグがあるんですよね。ちなみにですね、答えは私が国します、猫の悪魔さん絵の具、プラチナムカヤさん絵の具、お兄様、うん、クレヨンです。やっぱ俺か、やっぱそれだと思ったんだよ、だから俺自分に入れたもん、やっぱそれだと思った。じゃあちょっと出る、僕も絵の具だったよ、ね、よくバグるなこれ、うん、ようバグるんよな、これ。ちょっと待ってね、URL 貼るわ。なんでずっと俺なん？何が？一生俺人狼やない？はい、これで入れるか試してみて。リンクをコピー、リンク、リンク、ゼルダ、私の声が聞こえていますか？リンク、リンク、入れた。はい、じゃあゲームを開始するよ。どのゼルダだこれ。リンク、なるほど、眠いな、これやったことない。でも嘘でしょ、ない、なんて、あ、ないって、これやったことないんだけどね。嘘でしょ、早子さんはするんじゃ。え、逆に言うけど、ミュゼンさんがしないことに、してないことに驚いてる、はあ、だってさ、それできるほど余裕がないもん、うん、うん、俺もなんかこれは金余裕があるやつのやってるイメージ、うん、なんかね、あいのこさん、じゃあ、やってるんですか？金持ちの道楽っていう意味ではなくて、単純にまあ、うん、ちょっと余裕があるし、ちょっとねっていう感じで。ねえ、なあ、ねえ。そうそうそう。あいのこさんはやってるん？私は最近、その、広い定義で捉えると、あの、会社で入るように言われたよ。なるほど。うん、なるほど。今までこれでやっぱカムバックしてたのある？ねえ。ちょっとサソリさんダメージ入るけど、私は優待券でよく行ってました。あのカスタムとかめちゃくちゃしてた。じゃあハイネコさんやな。優待券カスタム、ん、カスタム、カスタムなんかねえよこれは。あ、違う違う、だからそれをすることによって、あの来るものがあるじゃん、リターンが。まあ、うんうん、だからそのリターンのもので、まあ、サソリさんがバイトしてるお店に行って、まああのね、それリターンを使っていろいろやってました。足の小指が折れたらいいのに。あー、なんか剣が来たりってこと？そう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 、え、ん、多分だけど、わかった、ハイネコさんと、うん、わかった、うん、ハイネコさんがやってるやつは俺何かわかった、わかった、俺もわかった、うん、はい、これは
ええサソリ、あとミュージさん、うん、これひらがな入ってる、これ入ってる、ある、どうやら間抜けは見つかったようだな。え、なんだ、マジでわからん。これはね、穴って、これはね、ハイネコ、お前絶対カーから始まってんだろ、それお前、お前絶対カーだぞ、カーだろそれ絶対、カーって違うんだよ、あのね、あの野菜と同じ名前のやつではないよ、カー、え、違うの、違う、え、俺それしか見えないんだけど、そっちは、そういうこと投票します。あのね、そういうあのイメージきたから私もそっちに乗っかってやった。いや、だからカーじゃないのよ、こっち、うん、うん、カーじゃないのよ、あなたひらがなに反応しなかったからもう違うよ。だってサソリの店は、うん、サソリの店がひらがなの4文字のやつはちょっとちょっと どういう生い立ちやったんって聞きたいよ、うん、それにさ、あの笹井さんのやつさ、地域差なくない？ねえよ、 あってたまるか。そうだよ、あのね、確かね、島根がどっか以外基本地域差ないよ。マジか、待ってな、ま、答え、あ、やべ、バグで投票できねえ。じゃあとりあえず答え確認しようか。バッカじゃねえかよ。ちなみに言っちゃうとハイデコさんです。はい、情報が失われましたね、うちも。おい、もう違う、おい、もう違うゲームやろうぜ。お題をもう一回やってダメだったら、これ楽しいからさ、本当に。じゃあ次なんかバグったら、他のゲーム探そうよ。うん。ちょっとUNOやりたいわ。じゃあ、ちなみに今のは何でしたか？私は確定申告だったよ。ふるさと納税です。ふるさと納税です。ふるさと納税。ああ、そっちが、あのね、私的に株のこと言ってんのかなって思ってて。株だと、株かなと思ったよ。うん。で、あの株で、あの株主優待とか来るから、ちょこちょこ言ってたね。どうやら間抜けは見つかったようだ。でね、あの、さそりさんが、小指にぶつかってて、あの、幼い頃はね、本当にね、マック、あの株主優待でね、マック食べることが贅沢だったんだよ。じゃあ、もう一回新しいもんお願いしようか。オッケー、新しい部屋お願いしようか。これラストな。待って、URL は。うん。いや、マジで、昔は本当にマック食えることが贅沢だと思ってたからね。年々、値段は上がっております。今もそうだよ。うん、いや、まあ、俺は安く買えるから。2割引きされるんだっけ？ 3 割引きです。あ、3割なんだ。確か3割くらい。今の僕にとってはね、帝国ホテルもマックも変わらんから。あやった、ホテルで働いてるぞ。これさ、その水江さんに言うのもちょっと心が痛いんやけどさ、うん、ヒカキンさんとかもさ、きちんと正社員で働きながら動画撮って投稿してたのよ。まあ正直、うん、配信なんてちゃんとやってる、片手間にやっていくのが一番正解の形だろうね。うん。だから聞いてるかムカデ。なんや。なんで俺に。ね、とりあえずゲーム開始。うん、逃げるな。煉獄さん。逃げてる。随分と変わったの来た。これああはいはいはい。これさ、やったことなくない？ない。ある。え、あるんだ。あ、体験があった。あ、いいな。体験プラスなんか訓練でも悪くないこれ。訓練。ん？どういう訓練？え、訓練。え、ない？これ向井さんっぽいぞ。え、マジ？俺昔訓練でやらされたんだけど、俺マジ一発地雷、俺もそして。え、うん。え、俺いた？いやー、地域違ったからいなかったと思う。あー、そっか。え、待って、うん、これいつやりたい？てか、イメージとしてはいつのイメージがある？やりたくない、俺これは。夏。夏。あー、向井さんっすね。確実に違うな、これ、うん、ダメだ、俺単語のもの珍しさにやられた、俺嘘だ、いや、珍しい、あんまやるとこは少ないけど割とやる方だらして、これやりたくないやつはなかなかいないと思う。そうね、やっぱやりたい人の方が多いと思うよ。何を使うの、それは。竹やね。竹、あと水。うん、うん、あー、お前らあれか、流しそうめんか。正解。よくわかったね。聞いて驚け、俺はバケツリレーだ。無理や。バケツリレー。水しか関係してねえじゃん。バケツリレーだ、俺は。バケツリレー。バケツリレーだ。そりゃ確かに。うん、だから嫌い、俺訓練で昔やらされた、おんめえバケツ持たされたよ。
あ、俺もやったわ。やりたくないっていうよりもさ、やりたくないっていうよりもやるような事態になってほしくないよね。バケツリレーはやったことないけど、火事の中にそのバケツの水かぶって入ったことはあるわ。あ、お疲れ。俺の負けを認めよう。あ、そうそう。俺ら間抜けを見つかったよとか言い出したようだ。いやもうこれはね、あの離れすぎてたね。うん。水しか関係ねえ。うん。無理だよ。俺は自分の手でこの戦いに幕を下ろすぜ。君の手で切り裂いて。ちなみにあの、うん、ホロライブでワードウルフやってた時にもっとひどいことがあった。おお、何、核爆弾と小銃？いや、あのね、お財布とパンツだった。あー、いけるな。でね、そのパンツ持ってた人がね、最近も、あ、お財布がウルフだった。いやね、どちらも明日には必要でしょう。うん。うん、で、あの、お財布だけが新しいやつだから、螺鈿だな。まあまあ、まあ、あと正直あのネタバレだから、あんまここで広げない方がいい話題よ。そうね。さあ、ハイネコ、時を進めろ。あと3。2、1、1、ドカーン。さあ、殺せ、人の前に殺せ。潔いな。うわ頭がおかしい。相棒、はい、どうするの、もう一度同じでいく、うん、いいよいいよ、行こう行こう、はい、じゃあ同じでいきます。バグったら、ね、他のゲームにしよう。ちなみに、やってたのは3期生ね。ああ、ゲーム開始。オッケー。はあ、うわ、これ逆に怖えぞ、これ。なんだこれ。踏み込めね、踏み込めね。はい、まず質問。はい。どう、アリ、みんなからしてこれは、私はアリだと思う。嫌いではない。どういうアリ？あ、嫌いではない。どういうアリ？え、俺も嫌いじゃないよ。何、ライク、ライク、これこない？これ僕好きだよ。ラブではない。ああ。ライク、ライク、ライク。じゃあちょっといつも通り俺が次踏み込みますわ。じゃあ、うん、俺こいつに乗ったことある。うん、はぁ、 あでも私も身につけたことはある。身につけたことある？身につけたことがある？身につけた？あ、いや、うん、次俺ね、俺ね、あの、うん、見たことはある、ただ触れたことはないです。ね、じゃあ僕いい？うん、でかいよねこいつ。まあね、え、物によらん？まあでも個体差あるけど、大体大人だったら大きくない？うん、だってこれ固有名でしょ、うん、じゃあ、あの、種名でしょ。うん、固有名じゃねえ。なんだろうな、その、俺はその、うん、え、身につけるってどこに？え、首。ハイネコさんやな。こんなん身につけたらさ、え、だって動物園とか行ったらいるやん。待って待って、ハイネコさん、ハイネコさん、はい、下チュルチュルしてる？うん、してる。ハイネコさんや、ハイネコさん、あのね、あのね、ハイネコさん、あなたのそれは俺もしたことがある。うん、それなら僕もしたことがある。うん、ただ、乗れは、ただ俺たちのじゃない。これこそマヌキは打ち勝ったようだ。さっきの俺はこんな無様だったんだな。うぃ、俺はこれ首に巻いたことあるし、あの、3匹ぐらい巻いて、いや、ハイネコさんね、ハイネコさんね、加えました。はい。あの、我々としては、負けるもんなら巻いてみろ、ボケがって話なんですよ。そう、我々が、てかね、まず巻くって何ですかって感じなんだよ、俺。あのね、ハイネコさん、これ、首にね、首に身につけたらね、潰されるよ。え？あのね、なんだ、あの、負けない。負けない？どういうこと？あの、巻こうとしたらね、向こうの方がバキバキバキってなるわ、うん、お前や、お前や、お前や！え、マコラ？うん？どういうこと？ハイネコ、お前の敗北だ。マヌケがおる。いや、マジでわからんのよね。いや、あの、俺はもうあの、開いたからわかるけどね、うん、言っていい？うん、どうぞ。あなたはアナコンダ。うん。あの、我々陸亀です。そう、陸亀。え、無理やん。負けるもんなら巻いてみやがれ。え、ちなみに今もしかしても答え出てる？これ出てます。え、ちなみに君らがそれを先に開いたことによってエラーする可能性が大です。あの、俺答え開けないです今。ほら、お疲れ様です。まー、行け行け。はい、もうエラーですね、こっちは。まー、終わり。終わり。やるゲーム持ってこい。次バグったから終わり。何する、ブラスゲームでしょ。ウノやろ、ウノ。ウノこの前やったんでしょ。あるいはジャン玉と言ってもある。
あ、やるか、ジャンタマ。うん、ジャンタマだ。ジャンタマ、PC でジャンタマできんの？やったことない。PC だからこそできる。なんなら PC の方がいい。あのね、俺多分アカウント消えた。俺もてか俺そもそもマージャンできん。スマホ勢だ。マージャンできてんの？え、あのさ、あれは？あのさ、あ、ね、ポーカーチェイスって知ってる？知らん。知らんか。知らない。なんでもない。待って、ね。ウノってできないのかな？ウノなんかアプリ入れたりできるんじゃね？じゃあこれでいいのかな？ちょっと待ってね。今できるかどうかやってみてるから。多分ツイッ